皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土地パフォーマンスです。今回はボンドショップ東京からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはいつもの内山店長です。はい、よろしくお願いします。内山です。内、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回紹介する車がこちら。はい、こちらです。もう目がちょっとチカチカしてます、はい、めちゃくちゃかっこいい。かっこいいですね。これはね、結構2021年の中でも自信作ですね。はい、もう間もなく年の瀬ですけれども、はい、1年を通してもうちが自信を持って、そうですね、はい、仕上がりに納得のいった仕様になりましたね。はい、はい、でまず一番肝心な足元は置いといて、はい、ちょっと車他にもいろいろ触ってそうなので、はい、解説をお願いいたします。はい、まあ、細かい車の解説、これ前にツッチーがアリーナで撮った車なんですよ、はい、あ、そうなんだ。そうあのアリーナの商品車だったやつ。そうですそうなんだ。それを東京店のお客様にご購入いただいて、そのお客様がこの車のツッチーの動画をもう 何十回と見てます。はい、今めちゃくちゃリアルにびっくりした。そうなんだ。はい、これ緑めちゃめちゃかっこいいよね。そうですよね。で、まあ、やっぱり僕のお客様なので、やっぱり車をすごくカスタムされる方で、まあ、他にもアベンタドールとウルスを持っていて、あ、そうなんだ。はい、そしたら仕事に使う車がないと、うんうんうん、いうことに確かに分かってたと思うんですけどね、はい、ウルス買う前あたりから分かってたと思うんですけど、そこで気づきまして、で RS5 を今回購入されました。そうなんだ。はい、RS5 がじゃあこう日常の足として。そうです。すごい、はい、最初黒とグリーンで悩んでたんですけど、いや絶対グリーンです。ああ、なるほど。はい、ということで今回スッチが紹介した車を購入していただいて、そこから、はい、いろいろとこうまた内山の勝手にカスタムをさせていただいております。ノーマルで乗るはずがないということで、はい、そうです、はい、いろいろ手が加えられてみたいです。で多分なんですけど、結構じゃあ黒くなってるこの辺が、そうですね、まあ、基本的にはそんなにでも、まあ、黒くしたくなかったんで、本当は最初はエンブレム関係全部メッキで残そうと思ってたんですよ。そうなの。はい、でただちょっと途中でホイールの色を僕は変えたくて、でただそうするとメッキが邪魔になっちゃうので、このアウディのマークはグロスブラックでペイントしてブラックアウトしてあります。はい、でお客さんに了承得てないんですけど、ちょっと RS のロゴは外しちゃってます。あれ今ないなと思って外しちゃいました。勝手に外す、はいはい、だってもう分かるじゃないですか。確かに RS5 確かに、でも左右対称にならないのも嫌だしというので外しちゃいました。で実はここにクワトロっていうエンブレムも貼ってあったんですけど、うんうん、あるある、これも外しちゃいました。あ、そうなんだ。だってクワトロじゃないですか。RS だ。普通はでもお金をかけてこう、はい、そうです、貼りたいところですけどね、はい、わざわざそこにこう4クワアピールしなくても、なるほど、まあ、伝わるかなと。でもそれだけで顔つきがだいぶ結構シャープになってると思います、うんうんうん、はい、まあ、今回はその仕事で使う車ということで、まあフロントリップとかもとりあえずなくていいんじゃないですかっていうの、まあある程度こうすっきりした印象にさせたかったので、エンブレム関係は全部取っちゃいました。ちょっと前回りだけでもちょっとストリート感を感じる。そうですね、はい、あんまり ごちゃごちゃやってない、はい、本当にスタイリッシュにまとまってる感じがします。はい、でカーボンのエクステールのパッケージも入ってるんで、はい、もうまあ、この辺がやっぱもう純正で入ってるので、もう外装そんなにこう触る必要ないのかなと思って、ちょっとこう少しね、小技聞かせるぐらいでも全然雰囲気が変わると思うんです。もう RS もともとめちゃめちゃかっこいいよね。かっこいいですね。もう本当にかっこいい。このやっぱフェンダーのラインがたまらないですよね、RS 系は。そしてじゃあ肝心の足元を行きましょうか、はい、そのフェンダーに収まってる、ご覧ください。こちらのホイールのカラー、はい、これはですね、もう LINE で写真が送られてきて、はい、びっくりしました。マジかと思って、はい、日本でこの組み合わせを見る日が来たかと思って。いやなかなかね、やっぱりこうグリーンだからできる、ボディカラー、グリーンっていうボディカラーにこのホイールの色を合わせるの結構やっぱり勇気がいると思うんですよ。で最初はそのもともとエンブレム塗らないっていう話をしたと思うんですけれども、まあ、ポリッシュにしましょうという話をしていて、でもなんか引っかかってたんですよね。またポリッシュか、ポリッシュもいいけどブロンズにしたいなと思ってで途中でポリッシュで散々進めてたのに、お客さんにやっぱり色変えていいですかって言ったら、いいよって。うちの好きにしていいよだってその方がかっこいいでしょって言うから、間違いありませんということで、今回この衝撃を受けました、はい、ブロンズを組み合わせてみました。もうブロンズって言ってもゴールドにほぼほぼ近いですね。ただやっぱりこのどうしてもちょっとブロンズっぽい方が
ちょっと大人の印象にもなるのかなと思って、ちょうど、まあ、今回取り付けさせてもらった AL13 の TB017 なんですけれども、まあ、AL13 でその、まあ、ゴールドともただブロンズとも言わないなんか中間ぐらいのいい色があったので、今回この色にして装着させて。確かにちょっとねゴールドしちゃうと黄色っぽくなっちゃうというか、はい、そうなんですよね、うんうんうん、確かにねちょっとこれはまだゴールドの、その、はい、本当にリアルな金属の方のゴールド感、そうですね、本当になんかこう印象的にはブロンズとゴールドの中間ぐらいの、少しくすんでるぐらい、ちょっと黒みをちょっとわずかに感じるぐらいの、はい、すごくバランスがいい色だなと思って。でこれまた今回こうインナーも当然同色で、はい、そうです。やっぱりその僕は外から見た時にインナーリムって少し見えるじゃないですか、アウターディスクからのつながりを考えて、まあ、同じフィニッシュでしてあげた方が、まあ、ホイールが一体感が生まれていいのかなと思います。ただでもまあインナー黒にすることによってディスクがより立体に見えるっていうこともあったりするので、まあ、100% これが正解というわけではないんですけれども、まあ、僕は個人的にはこういう仕様の方が好きなので、いつもお客様にはこう有無を言わさずうちの場合はインナーが同色を進めて同じフィニッシュで案内をしています。であとこのデザインと、はい、この辺の削りと、あとこの AL13 というこのセンターキャップ、はい、これがなんかもうゴールドめちゃめちゃ効いてるなと思って、ね、日本で多分まだこのポリッシュドのブロンズってつけることないと思うんですよね、 AL13 だよね、はい、見たことない、まあ、だから新鮮ですごいかっこいいなと思って。でこれセンターキャップの裏側というかこう内側も、はい、ポリッシュになるのでやっぱりこうより立体的にセンターキャップが見えるので、カードにしたりもできますけど、できます。オプション料金がかかってしまうんですけれども、まあ、AL13 の場合はこの 3D センターキャップは入れた方がいいと思いますね。これはねすごい本当に、はい、そしてあとはもう全部黒く、ピアスボルトも黒だし、はい、ボルトも黒だし、あとはバルブもこれ塗ってる、ね、これは一応こういうのを僕ら別で用意してます。あ、そうなんだ、はい、だってエアセンサーついてるでしょ。エアセンサーついてます。でもう一応その外側のキャップを黒くなってるものを用意して。あ、そうなんだ、はい、確かにそこシルバーだったり。そうなんですよ、で色がちぐはぐになっちゃうんで、多分気づかない人は気づかないと思うんですけど、やっぱり僕らはこういう細かいディティールもなんかそのすごく大事にしてるので、統一感っていうのはこういう小さい積み重ねじゃないですか。なのでそういったのを意識してちゃんとこうお客様にこう、え、なんでここだけシルバーなのって思われないように。なるほど、勝手にやってます。いやでもそのこだわりはすごく重要だなっていう、はい、まあ、バルブ一つにしてもね、確かにやっぱり、まあ、ウェイトとかにとってももちろんしても結構同色に塗ったりとか、はいはいね、ボンド東京の場合ありますから、はいはい、そしてデズラもバチバチに、はいね、はい、してあると。いつものあとはキャリパーも、はい、キャリパーです。もともとは赤だったんですけど、ただまあもうキャリパーの色もシルバーでもないし、まあ黒でもいいのかなと思ったんですけど、面白くないなと思って、まあ、やっぱりこのボディカラーがこういうちょっと特殊なグリーンなので、あえてこうボディカラーにすることでなんかこうまとまってかっこいいかなと思ってこうしました。ここに関してはあの完全に意見が一致です。はい、はい、もうカメラ言ったらもうカメラマンも完全に意見一致です、はい、もうこうなっちゃったらもう黒か緑しかないよ。ないっすでまたこのまとまりがすごい、はいはい、こんな組み合わせになって。そうですね。で車高も、はい、RS5 って確かローダウンが結構大変だった気がします。大変です。今回もうこのカーベイのバージョン3をつけてるんですけれども、 RS ってその DRC油圧でこうラインがつながってるんですけども、殺してます。どうするの、殺すの。殺してます。でもう完全にバージョン3の方のセッティングで、そうですね、まあ、その HS をつければまあ油圧ラインを残してローダウンすることができるんですけれども、やっぱりここまで下げたいなと思った時にどうしてもやっぱりダウンサスだと乗り心地が悪くなってしまうので、仕事用で、あ、なるほど、はい、じゃあやりようがあるんだね。一応あります、はい、ここの車高このぐらいの車高にしてもカーベイだとその油圧のラインをこう切るキットがついてくるんで。ああ、そうなんだ、はい、もうじゃあカーベイの方でそういうのが用意されてる。じゃあ R5 をもうしっかりローダウンしたいなっていう方は、はい、絶対に車高調の方がいいと思います。いけるんじゃないか、はい、でしかもバージョン3であれば伸び縮み、そうですね、調整できるので、やっぱり足回りすごくしなやかな味付けになってます。なるほど、はい、もうパッと見もう全然これ走れないでしょうっていう感じになってますけど、実はもう快適に走れちゃうっていう、はい、まあ、その辺も経験値の高い内山マジックかな、はい、あくまで仕事用です。
こんな感じになってあとこの辺も乗ってて、はい、そこはちょっとさすがに外せなかったのであの黒く塗りつぶしちゃいました。あ、外したかったの？外したかったもう RS のロゴを一層全部外しちゃいたかったんですけど、まあ、そこだけは外して、さすがに網目作ってくれってボンドボディに言ったら怒られるのでさすがにそれはちょっと物理的に難しいので、まあ、今回塗りつぶしちゃいました。そしてあとは、まあ、当然カーボンのパッケージありますから、はい、効いてるね、やっぱりいじった後に効くね。そうですね、こういうね、はい、オプションね、もうミラーもサイドスカートもしっかりカーボンになってて、はい、であとはこのリアのこのフェンダーに収まるのも、はい、これホイールは透視じゃないんだ、オフセットは変えてるんですけれども太さは一緒です。あ、全部 10.5J 入ってます。コンケーブも一緒？コンケーブは多分後ろの方がディープになってますね。あ、はい、キャリパーがある関係で、キャリパーの大きさの関係だと思います。なるほど、こんな感じで結構後ろもちゃんとコンケーブしてて立体的に見えますね。でリアもしっかりキャリペンされてて、はい、もちろんです、緑色になってると。いやー、これはね本当にねちょっと、はい、目立ち度 120% だけどめちゃくちゃかっこいい仕事用だから多分あんまり目立たないようにしなくちゃなとは思ってたんですけど、でもやっぱこの車をどうやったら一番かっこよくなるのかって考えた時にやっぱりこういうのがこう、うん、頭から離れなかったんで、いいですかって一応お客さんには色は確認しました。なるほど、いいよっていいよって言ってた。ちょっと仕事でこの車に登場されたら僕はちょっとドキドキしただめちゃくちゃかっこいい。そうですね、はい、であとは後ろ回ってって、はい、後ろもエンブレムが、はい、RS は外しちゃいましたね、はい、アウディマークもちょっと外そうかなと思ったんですけど、ただまあ前にやっぱりアウディマークは残ってしまうので、まあ、そこはちょっと前後のバランスを考えて後ろもアウディマークは残しました。ただまあブラックアウトはしてあるんですけれども、もうしっかり引き算のカスタマイズも施されてるみたいです、はい、そうですね、いや今回ちょっと何がびっくりしちゃって、はい、自分が紹介してた車がまさかこうなってもう一回紹介すると思わなかったまさか、ね、一番びっくりした、はい、であとはもうウッチーのなんかもうらしいというか、はい、もう何だったら前回のピスタもそうだけど、あ、もう内山裕二すごい組み合わせ、はい、俺の中でね、はい、一番最初のってジャガーの白いジャガーに白く塗っていた、はい、あれをもうすごくなんかこう思い出す。 あれもかっこよかったですもんね。やっぱりなんかその ホイールを言ったらホイールがメインのカスタマイズだけど、はい、あれをやるだけでも全然車のイメージ全体のイメージが変わるんだなっていうのを、はい、そうですね、ちょっと今日また再確認します、はい、やっぱりもうホイールのデザインとかもうその車高の落とし方とかホイールのデザインだけでもう多分7割8割車の印象で、ね、決まってきちゃうと思うんですよ ね、なのでやっぱり一番そういったところをすごく重要視していつも提案するようにしてますもんね。なかなかね、でもこの緑ともうほぼゴールドに近いブロンズっていうのはなかなかできないなって、はいはい、まあ、そのなんとなくネットで見てて黒とゴールドとか、はい、まあ、ありますよね、多いじゃない、はい、まあ、かっこいいななんて思うことあるんですけど、はい、緑をここちょっと持ってくるのはやっぱりでもそのお客様がそういった部分ですごく信用していただけているので、まあ、こういう組み合わせが実現できたりするのかなと思います。確かに冒険させていただけるお客様が一番すごいんじゃないかなって失敗できないですからねなんでこういうちょっと、はい、一見奇抜にも見えるかもしれないですけど、はい、めちゃくちゃかっこいい組み合わせうち得意だと思いますので、はい、ぜひお気軽にボンド東京、はい、内山店長までご相談ください、はい、というわけでボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。